はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。わらでございます。今回もザ・フォレストやっていくんですが、なんとですね、私撮影外でね、ある作業をしてまして、その作業中にね、原住民に襲われて死んでしまいました。しかもね、このゲームね、一回死んじゃうと、こうなんか、原住民のね、巣窟というか、なんか住処みたいなところに連れてこられるんですよ。だから、ここからまずね、脱出しなきゃいけないんですよね。本当はね、まだここはね、来る気はなかったんだけど、もう死んじゃったから仕方ないんで、もうちょっとやっていきます。ここはね、地上では出てこない、なんか、化け物もなんか出てくるらしくて、非常に危険です。しかも私みたいなね、まだね、新人サバイバルはな、新人サバイバーは本当にもう、全然やばい。すぐ死んじゃうかもしれないけど。こいつは多分寝てるな、これ。こいつ寝てるな。気づかれないように行きましょうか。ぱいお酒あるね、これいいね。びっくりした。今一瞬起きたんかと思った。ちょっと遠くに行って、気づかれないようにね。で、ここで、調合しようか。さっきフレアガン手に入れました。死んだ近くにありました。オッケーオッケー、とりあえずこんだけあれば大丈夫かな。じゃ、こいつを、いや、待てよ。ちょっとまず、このフレアガン使ってみますか。どんな感じか。これ無限なのかな？ほら、なんか よくわかんないな。ちょっと待ってよ。少し上げますね、これ。これでちょっと変わるかな。全然変わんないね。しかもね、結構難しいんだね、これ当てるの。もう一回やってんのか。当たんないね、なかなか。たまに、こいつはちょっと奇襲仕掛けますか？起きた。おはよう！おはよう！おはよう！こんにちは！こんばんは！死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう！死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう！ちょっと待って。お前！ほら！うわぁ、死んだ！世界が真っ暗！ゲームオーバー。はい、そうなんです。なんとこのゲーム2回死ぬとゲームオーバーになって、そうですね、一旦メニュー画面に戻るんですね。それでセーブしてた場所まで戻るんですけど、もしセーブデータがなければその時点で終わり、また始めからというわけです。で、今回は撮影外でしていた、ま、企画というか、ま、作戦みたいなのがあって、先住民と原住民の、村をね、私の要塞化しました。囲いとかを使ってね、まず見てみましょうか。そう、こういう感じにして、ちょっと要塞化してみました。ちょっと明かりつけようか。夜になってもいいのに。よしよし。まあ、いい感じでしょ？ここで窓があって、ここは入り口になっていまして、まあ、こんな感じに。まあ、ここはね、ちょっと設計ミスでね、なんかちょっと荒ぶってるけど。このね、これがなんか湧くんですよ、勝手に。壊してもってた、のけてものけても。同じ場所にね。ちょっとこれ直してほしいなぁ。ちょっと湧くでって。あとこっちに行けば、また部屋があります。ここ、もともと原住民のね、テントなんですけど、私が乗っ取りました。で、こっちの部屋が、これもね、またね、これ完全僕の、私のね、ミスなんですけど、こうしゃがまないと入れないんですよ、しゃがまないと。完全な設計ミス。で、ここは食料がありまして、で、ここまた明かりをつけます。はい。
で、ここでまあ、キャンプもできるわけです。セーブと、寝ることもできます。で、一番面白いのがね、ここでね、罠にかかった原住民を見ることができるっていうね。目の前に罠作ってますから、ここでかかった原住民を見物することもできます。っていう感じの家になってますね。結構、我ながら、いい出来栄えかなと思う。ここを直せばね、この入りづらい入り口を直せば、結構いい感じなんですけど。あともう一つ作戦というか、企みがありまして、ちょっと、ごめん、若干下げるわ。ちょっとカクカクしすぎてるな。カクつきが、ちょっと目立つね。若干下げます。はい。そのもう一つの企みというのがね、これでございます。この四つの罠の真ん中に、この、原住民をね、挑発するオブジェクトを作ります!完成しました!これをね、作ればね、多分ね、とんでもない数のね、原住民が怒って、私を襲いに来ますから、多分ね。本当かわかんないけど、あ、いった!もう来てる!早くね。どうしようか。どうしようか。待って、あっちに入り口あるんだわ。あいつらは走って逃げるか。こいつら気にせず、こうやって行って走るか。よしよし。これで大丈夫だ。オッケーオッケー。これで大丈夫。ただこんな感じにしてまして、こっち来ないよな、あいつら。来たら、まあ来たらで倒すけどさ。来てないね。オッケーオッケー。多分こっちに気づいてないのかな?そんな感じがしましたね。で、こっちはですね、階段になってまして、よいしょ。ここを登ると、よいしょ。こっちまたね、設計ミスかなんかわかんないけどさ、登りづらいんだよね。オッケーオッケー、完成。もうちょっと下げるか。やっぱ重たいな。これにしよう。これなら多分軽いわ。あ、軽い。全然画面変わりますけどね。風景が。変わってきますけど。多分あの火が燃えている間はね、原住民が気づくのかな?あそこにあるぞーって。オブジェクトがあるぞーって。で、多分集まってくると思うんですよ。で、集まってきたところをあの罠で引っ掛けて、さらに私がここで、弓で狙い撃ちをするっていうね。そういう作戦でございます。じゃあちょっと、原住民が来るまで、カットしましょうかね。あ、ちょっと来てるな。じゃあカットします。あのね、原住民がね、思ったほど来ませんね。今いるのがこの一匹かな。これさ、女だな。あの、女の原住民ね、おっぱいをもろ出しするんで、あんまり映したくないんだよね。あんまり映したくないんだよな。なんか、規制とかかかったりとかさ、あんまり映したくないんだけど、他に原住民いないんだよな、あいつ以外。あいつ撃ってやろうか。あいつ撃ってやろうか、ちょっと。あ、かかった!やーりー!かかっちゃったな、あいつ。まあいいんだけどさ、ぐるぐる回るねなんかコーヒーを回す、じゃあコーヒーをなんか入れるやつみたいな。違うな、ちょっと。かき氷か、どっちかというと。刺さったかな?この弓はね、刺さったか刺さってないかもよくわかんないんだよね。判定が。ちょっとずつか。あそこにイグアナがいるんで、あいつを。うん。刺さないね。刺さっていません。いや、思ったほど原住民来ないからね、暇なんだよね。多分10分か20分ぐらい待ってたんだけど、あの一匹だけですね。ちょっと見に行きますか。そう、からかいに行きましょうか。ウェイウェイ、ウェイ、引っかかった気分はどうだい?お父さん。えっ
私がね、想像してた感じでは、なんかいっぱい、四方八方からね、原住民が攻めてきて、うわーってなるのを予想してたんだけど、思ったより来ないね。ほら。よし。あ、マックスか。そう。もったいない。あ、一匹あっちにいますね。一匹ずつ、二匹いるな。一応二匹いるな。ちょっと弓打ってみますか。あ、あっちに行っちゃったわ。あらら。なかなかなんかね、気づいてもらえないんだよね。なんかどうでもいい時にね、なんかめっちゃ襲われるんだけど、こういう時に限って、あ、いるね、いるね、いるね。さすが、あ、ようやくね、この効力が出てきたのかな。あ、多分バレたな、今。全然狙えませんね、これ。全然狙えないわ。待ってよ。そろ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 、この要塞の中に入っておきましょうか。多分、これからどんどん来ると思うんで、原住民基本、多分夜行性なんで、まあもちろん、朝も昼もね、いるんだけど、多分夜の方が一番元気かな。一番襲われる確率が高いのは、夜ですね。昼とかに出会ってもね、そんなに、なんか、襲ってきませんし、美味しいなぁ。お、なんか音、お、いますね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 。いる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 。いるいるいる。あ、なんか原住民同士戦ってるかな。ちょっと待って、ほら。あ、やっと来ましたね、みんな。やっと大集合だわ。よかったよかった。いや、このまま来ないのかと思った。ちょっと待って、ちゃんと登ってくれよ。いるねえ。うるい。テニスボールだよ。ほら。持ってきな。あ、あっちからも来てますね。いっぱいいるねえ、やっぱり。夜だな。やっぱ夜に動くんだな、こいつら。昼間は多分洞窟で寝てますね。さっきの。ライトつけた。お前、やるなぁ。よくライトの付け方分かったなぁ。この拠点だけね、異様に明るいっていうな。あー、燃えてるね。いいね。なんか、星が綺麗だ、めっちゃくちゃ。え、こんなに星あったんだ。待って、今まで結構したけど、今もう3日間ぐらいやってたけど、全然気づかなかった、この星が綺麗って。星あったんだ。すっげえ。これは綺麗やね。ちょっと、なんか、あいつら私に気づいてないな。もしかして。あ、こっちいるね。あ、バレちゃった。ほらおや、気持ちいいか。気持ちいいか。ほら気持ちいいか。結構ね、難しいんですね、当てるのが。じゃあ、明かりつけとこうか。どうですよ。あ、これ指輪に火つけられますよ。俺今気づいた。あ、また。また新入り来たぞ。また、あれ、なんだっけ。見回り隊が。よし、じゃあ、おやすみなさーい。はい、おはようございます。それでは、今回もやっていこう。と思ったんだけどね。今回はこの辺にしとこうかな。朝になったばっかだけど。うん。まあ、トラップの効果も、全然だったし、ちょっとな、今回残念だったな。いや、ちょっと期待外れの結果ですいません。次回はね、もっといい感じの風にしますので、ぜひご覧ください。じゃあ、バイチャー。